改めまして 52Hz のクジラたちキャストの皆様鳴島監督です公開おめでとうございます大きな拍手お願いします <laughs> さあでは早速なんですがまずは一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います杉崎花さんお願いいたします、えー、紀子を演じました杉崎花です、えー、初日に映画館に足を運んでくださってありがとうございます、えー この日を迎えられて嬉しく思っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、子孫潤さんです。お願いします、えー。岡田安吾を演じさせていただきました、子孫潤です、えー。本当に大げさな言葉になってしまうんですが、本当に命を懸けて向き合わないとできない作品でしたので、こうやって今日、えー、皆さんに。 見ていただくことができて本当に良かったなと思ってますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、続いてあのご調整いただき急遽駆けつけてくださいました宮沢秀夫さんお願いしますはい、えー。力を演じました宮沢秀夫です、えー、初日にこんなにたくさんの方々が、えー、今日足を運んでくれたことがとても嬉しいです、えー、今日は短い時間ですけれども、えー、どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします 続いて小野仮理さんお願いします。はい、みはるを演じさせていただきました小野仮理です、えー。初日おめでとうございます。<laughs> ご挨拶 <laughs> あのお越しいただいてありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて熊野とりさんお願いします。はい、しがぎとしや君の熊野とりです。よろしくお願いします。 よろしくお願いしますそして、なるしまいずる監督ですはい、監督のなるしです今日はあの本当にこんなに来ていただいてようやくこの日をあの迎えられてもう今、感無量です今日はありがとうございますゆっくり楽しんでってくださいありがとうございますさあ、ではここから作品について伺っていきますのでマスコミの皆様スチール撮影の際のフラッシュ撮影を一度 お休みいただくようお願い申し上げます。さあ、まずはこの満席のお客様を前にして、杉崎さん、志尊さん、公開初日をいよいよ迎えたというのはどういったお気持ちでしょうか？杉崎さん。いや、もう感慨深いです。本当にあの今日まで長い道のりでしたので。あの？約1年半ぐらい前に。 鳴島監督と初めてお会いしてそこからゆっくりと時間をかけてたくさんの方々が集い始めてあの議論を重ねながら作品を深めていく時間はあの本当に骨の折れるような日々だったんですけどでもそれだけみんなが真剣な現場でなんかこんな現場に関われることが本当に幸せなことだなと。 思いながら撮影を積りできたので無事に完成してこの日を迎えられてあの少しだけホッとしていますねありがとうございます志尊さんはいかがでしょうかそうですねあの本当無事完成できたことはとても嬉しいですしこうやって皆さんに見ていただくのもすごく嬉しいんですけれどもどうしてもやっぱこの作品の宣伝活動をしている中でうんこの作品をこうどう 説明ししたらいいいんだろううっててのはすごくありましてでかつ「ぜひ見てね映画館行ってね」って安易にも言えない部分があったり、えーとまあ、今日も公開されましたけれども見て、えー、うーん嫌な気持ちを持つ人がいないといいなっていう思いもあるんですけれども総じ、まあ、て本当に先ほども言いましたけど杉咲花をはじめもうみんなで。 ぶつかって時には苦しい思いもして作った作品なのでとにかくこうやってたくさんの人に見てもらえることが何よりの救いだなというふうに思います。 あの丁寧に真摯に向き合ってお作りになったというのはもちろん作品をご覧いただいたり皆様のこの言葉を聞くとわかると思うんですがあのその一つとして宮沢さんあの今作撮影に入られる前にかなりリハーサルも重ねられたそうですねはいそうですね、はい、あの皆さんでリハーサルをして、えー、まあ、少なくとも僕が関わったシーンは全べてリハーサルをさせていただいて、えー、なんかそこでクランクインする前にこう皆さんと えー、そのシーンへの向き合い方とか、えー、感情の作り方みたいなところを、えー、できたからこそ、えー、撮影する当日に、えー、こうすっとその、えー、シーンに入り込めたような気がします。ありがとうございます。杉崎さん一週間くらいやってたんでしたっけリハーサル。そうです,、ね、ですよね。はい、どういった感じでど,どういった内容でリハーされたんですか。ほとんどのシーンをリハーサルしたんですけどもその前にまずウォーミングアップとしてあのみんなで ゲームをしたり、あとはそのシーンに行き着く前の時間をエチュードで深掘りしていくような。時間でしたね。エチュードもあったわけですね。はい。はい。はい、シソンさん、何かそのリハーサルで覚えていることとか、記憶残っていることってありますか。そうですね。あの、まあ、居酒屋に行くシーンがあるんですよ。で、居酒屋に入るところからやってみようっていうので、リハーサルやってたんですけど。入ってきて座ったら。 監督がちょっと待ってとなんでここに座ったのっていう話からああじゃあどこ座るんだろう気候はこういう状態です暗号はこういう状態です三晴はこういう状態ですじゃあどこに座る入り口から見てここにあそうだよなものづくりってそういうところから作っていくべきだよなっていうのですごくこう身が引き締まる思いでやっぱり緊張感を持て 持ってリハーサルをやれた期間っていうのはすごく貴重な経験だったなっていうふうに思いますね。なるほど、鳴島組の一つの特徴かもしれません。リハーサル結構しっかりやられるんですもんね。はい、そうですね。はい。あの小野さんはリハーサルを通してお感じになったことありました。そうですね。えっと鳴島監督ってあの説明書みたいな。 あの役のの取扱説明書みたいなものを、えー、あ人生表あの何型でどこで生まれて何歳の時にこういうことがあってそれが役のコアな部分になってっていうのをあの書いた表っていうのを一人一人に配ってくださるんですねそれをもとに紀子と美春が出会うシーンだったりとかもう何年も前の学生時代の シーンですとかそういうものをこう振り返りながら積み重ねていく時間は鳴島組ならではなのですごい新鮮でしたしあの本当に大事だよなこういうのって思いながら噛みしめてあの過ごさせていただいていいたただましもともと小野さんは原作のファンでもいらっしゃって、はいはい、オファーがが来たたはいかかでしたか本当にびっくりしました。 たたたくさんんの人に読んででほしししいと思った原作でしたしそれが本当にもう何10年とかもっとかなくらいから知っている杉咲花が主演となってでこんな素晴らしいキャストの皆様とまさか自分がその一員になれるって思ってもいなかったので、あのー、幸福だなと思うとともにあの原作の素晴らしさを残しつつまた映像化するにあたって新たな魅力が加わる。 そんな作品の一部になれるように頑張らなきゃいけないなと身の引き締まる思いでした。はい、杉崎さんはあのプライベートでもねいろんなお話をおのさんとされると思うんですが、はい、その二人がこうこうしっかり結びついたお友達の役っていうのは伺っていかがでした。いや本当にご縁を感じました。あの友達として過ごしてきた時間の方がはるかに長かったですし、んなかなかあの私は。 いつかカリンとあの深くこう交わるような役で共演したいなっていう目標があったんですけどそれがあの自分自身2年以上前ですかねカリンにおすすめの本としてこの「52Hz のクジラたち」の原作を紹介してもらってでその原作を購入したぐらいのタイミングで貴子役のオファーをいただきそして三晴役にオファーがカリンの元へ行っているっていう。 こんな巡り合わせってあるんだなっていう本当にご縁を感じました。はい、ありがとうございます。桑野さんにも伺いたいんですが、今回映画初出演になりますよね。とっても重要な役どころなんですが、撮影で楽しかったこと、あと難しかったことがあったら教えてください。はい、えー。楽しかったことはあの現場で皆さんがすごい優しくしてくれたので、毎回現場に行くことがすごく楽しかったです。 あと難しかったことがあの僕喋れない役なので自分の表情だとかしぐさだとかそういうので自分の気持ちを伝えるっていうのが難しかったですなるほどありがとうございます杉崎さんなんかこうお二人の中でこう、はい、親密になっていくのに何かルールみたいなことで作ったんですかあのそうですね大,さ大分に行った日にあの ルルーをを作ろうっていうい話を2人でしてトーリーはあの思ったことを何でも言いたいって言ってくれてそれが例えば「そこにある置物って何であるんだろう?」とか「どうやって作られたんだろう?」とかそういうふうに思ったことをシェアしたいって言ってくれてそうしようって言ってで私からは例えば毎日朝会った時に「ハグするのはどう?」って提案したらいいよって言ってくれたのでそれを続けたりあとはなんかよかったら。 敬語をやめてもいいし花って呼んでもいいよって言ったんですけどそれはちょっとできないですってその時には言われてでも撮影の日々を紡いでいった時に花って呼んでいいって聞いてくれた日があってで気づいたら敬語も外れていてなんか一緒に過ごしてきた時間があの心を解放してくれたのかなと思うと本当に嬉しかったです、ね、花さん、花って呼んでるんですね。はい <laughs> そして成嶋監督、撮影場所をご覧いただくと本当に皆さん、その素晴らしさにもね圧倒されると思うんですが紀子が住む家というのはどんなふうにこう見つけてどんなイメージでまともと探されてたんですか。あのね、これも、えっと、すごい偶然というか、まあ、映画の神様のお導きじゃないんですけど。 最初に「シナリオハンティング」っていうあの脚本家と一緒にプロデューサーと一緒に行った時にその大分のスタッフがだいたい原作と脚本を読んでこんな感じじゃないですか海の見え方が。で,で,でそれでそれの「あそこに笑顔がない?」って言ったらじゃあトントンって言ってえっと上がらせてもらう「どうぞどうぞ」ってお茶を出していただいて。 あの向こうにあの辺にその大分の方があ,のあそこ見下ろす海にあの7年ぐらい前かなあの迷いクジラが来たんだよって言って我々本当はあの予算節減のために伊豆とか千葉ぐらいで、まあ、映画ではよくそういう陰識するんですけどでも,もう、もうだめだ、これ逃げられないと思って、はい、あの大分行かせてくださいっていうお願いをしました、はい、それが始まりでした。 ということで東京パートと大分のパートがある本作なんですが杉崎さん鳴島組参加されていかがでしたいやもうあのできる限りの力を尽くしてあの心を注いでいかれる鳴島監督の姿に本当に敬意をあの抱いていてもう時には目をチバス らししらせながらあの物語に誰よよりりも深く深くくく入り込んでいくんですよ、ね、でいすね私はあのウォーミングアップをしたってさっきあったと思うんですけどその時に鳴島さんがあの「目をつぶって後ろに倒れてください」とか「まっすぐ前に歩いていってください」って言うんですであのその先には絶対人がいるし支えてくれるから」っておっしゃるんですけど。 やっぱそれをやった時に私は足がすくんでしまってなかなかまっすぐは歩けなかったんですよねなんかそんなことを思い出してこの「鳴島組」の時間は鳴島さんが用意した大きな大きな暗闇に向かっていく時間なんだってでもその先には絶対誰かが待っててくれてあの共に歩んでいくことができるんだっていうことをなんか感じた日々でした。 今お隣で宮澤さんがその時のことを思い出して大きくうなずいていらっしゃいましたが、はい、あの年齢の近いキャストの方もいらっしゃったと思,たと思うんですけれどもどんな現場でしたか、えー、僕は志尊君は何年か前に1回ドラマで共演しているんですけども、えー、3人は今回初めてだったんですけど本当に皆さんがこの作品にこう対する思いとか熱量というものはすごいものを感じまして。 それはもう本読みの段階からリハーサルに入ってもずっとコンスタントに皆さん何かこうより良くするためにどうすればいいんだろうっていう試行錯誤をしていて自然と僕もこうあもっと高みを目指さないとっていうもっと良くしないとっていう自然とこう自分もモチベーションをこう上げていった、えー、瞬間がたくさんあったなっていうのを皆さんをこう見ていて感じました志尊さんはその年齢の近い皆さんとのお仕事というのは今回今作ではいかがでした そうですね、あまりこう年齢が気になるなとかいうのはなかったんですけど、まあ、今回僕のアン,アンゴという役柄は、まあ、常にこう誰かに寄り添って見守っている役柄ではあったので、まあ、特にはなちゃんとかりんちゃんが、まあ、いろんなことに悩んだりとかあの葛藤してる時もいつでも手を差し伸べられる人でありたいなこの撮影中はってすごく思ってたのでまあでも 二人をもう見つめることしかできなかったんですけどでも楽しくまあ楽しくやれる作品でもなかったんであれですけどちゃんとコミュニケーションは取れてはいやれたかなとは思ってます今回の撮影を通してイメージというか印象がちょっと変わったなっていう方しそうさんいらっしゃいましたまあでも僕はかりんちゃんが初めてではいなんかすごい最初礼儀正しくて。 でも女優さんとして素晴らしい方だなっていうのは見ててしてたんですけどもめちゃくちゃ僕のことをいじってくるなとは思ってましたこんな「子孫順っていう看板がある前で <laughs> 言うそれ大丈夫だよみんな笑ってるから本当です尊淳じゃないですか違うんですよあの裏で 孫準って呼んでるんです裏でね。<laughs> で志村さんの前では子孫さんって呼んでるんですけど。いや俺の俺にも孫準って言ってるか <laughs> ある日間違えてえ孫さんって言っちゃったんです。<laughs> 孫準って裏で呼んでるから間違えちゃって。で誰ってなってあ裏で孫準って呼んでるんですよ私って言って。確かにね。<の>そういう話あったよね。いいよって心よくあの温かい方です。ありがとう媚び売るなよ。ありがとうございます。<laughs> とます <laughs> でも本当にかりんちゃんはまあ劇中でミハルって太陽みたいなや。 本当にやっぱ裏でもそうで絶対彼女を自身葛藤していることものすごくあるのにでも見晴でいなきゃっていう思いですごくこうみんなに話しかけたり常に笑っていてくれましたあ、ね、れで読んでたことを今ど、表ですけどね。これねすっごい <laughs> カメラありますけどね、もう,うバレちゃいましたね。ねで言ってるのに、ね。完全にバレちゃいましたね。書かないでください。<laughs> ありがとうございます。多分書くと思います。はい。あの宮沢さんは今回ご覧いただくととてもまあ振り幅のある役かなとは思うんですけれども、はい、演じられる上で苦労されたところってありましたか。ええー、まあ僕が個人としてあまり感情のまあ寄付がないというか、こうすごい怒ったりとか。 すごい悲しんだりということをあんまり表に出さないので、えー、今回僕が演じた力というのはそれを結構全面的に出すシーンが、えー、たくさんあるのでどういうふうに自分の中の,その感情の蓋を解放しようかというところはすごい考えて、えー、相当悩んだんですけども本当監督と皆さんのおかげで、えー、すごい納得のいく表現ができたと思います、うん、ありがとうございます。 そしてあの先ほどからお話あるように大分と東京で撮っているんですが小野さんはそのまあ両方経験されていると思うんですけどどんな雰囲気だったのかちょっと教えてていいいいただいてもいいですか、えー、東京パートはあのま,まだご覧になってあのいらっしゃらないのでちょっと表現,に表現に悩みますがあのどううしよう、えっと、ちょっと重たい。 あのシーンがたたくさんん続いたんですよねだから毎日毎日こうお顔を合わせてさせていただいてましたけどもどこかやっぱちょっとこう引き締まっているというか緊張感があるような時間だったんですけど打って変わって大分に行くと、まあ、撮影内容もあったとは思うんですけどやっぱね あのみんなの顔が全然違うんですよね、もう監督もそうですしあの、花もそうですし、スタッフさんも含めて、大分の,あの土地にやっぱりこう癒されてるんだなっていうのをすごく感じて、先ほど監督も、あもう大分から逃げられないんだっておっしゃってましたけど、なんかその土地の持つ力、大分のエネルギーっていうのをすごくひしひしと感じまして、驚くものがありました。うん、杉崎さんもそれは 感じられてましたそうですねあのロケ地になったキ子のお家のテラスとかも本当に開放感があってで天気にも恵まれてご飯もすごい美味しかったので大分での時間は本当に癒しでしたしなんかこう美味しいものがたくさんあるとみんなで食べに行きたくなったりもしてあのご飯行ったりとか。 あとは撮影終わった後にかりんとホテルの近くを一緒にウォーキングしたりとかもしてす,っごすごい早いんですよ花のウォーキングって <laughs> すっごい速くって小走りじゃないとついていけないっていうウォーキングをしたんですけどリタイアしてましたよね <laughs> ちょっと帰るわ <laughs> <laughs> って帰じられちゃいました帰ないすねありがとうございます。はい、あのアナさんにもあのー 周りのお友達とかこの映画出ますって発表になった時とかってどんな反応でした、はい、あの朝のニュース番組とかそういうので僕のお友達とかもう周りの人とかがみんなテレビ出てかねえとか絶対見に行くって親戚の人なんて今日見に行ったって言ってました <laughs> 多分これも翌朝テレビとかで流れると思いますよ。ねでてっといたら通り友達に。 大丈夫です大丈夫かごめんな余だったみたいですいません <laughs> 私が変なふりしちゃって <laughs> そ,そしてあの本作この後皆さんにいよいよご覧いただくんですが成島監督どんなふうにお客様に届くことを願ってっていいらしゃいますかまあ本当にあのいろんなテーマがあのこう並んだえ原作でありまあ映画なんですけどやっぱりあの今日ここにこうやって久々に全員揃って。 この,このみんなのやっぱりこう力を全力で出し切ったその演技をとにかく楽しんでいただきたいしそこからなんかそれぞれの悩みや葛藤や喜びはいろいろあるんですけどあのとにかくそれが届いてくれというふうにあの、まあ、必ず素晴らしい芝居しているんであので皆さん届いてくれると思いますけど、まあ、それが一番願いいかなあま、はい、ありがとうございます。 さあそして、ですね、えー、今日は52ヘルツのクジラたちの初日待ちに待った3月1日なんですけれども、実はもうすぐ志尊さんのお誕生日でございます、ここでお祝いをしたいと思います、<laughs> こちらを準備いたしました、どうぞ。えすご <laughs> くださいねはい上がりました青い海とイルカをモチーフイルカをモチーフなんですねクジラではなくイルクですクジラですよねここにねイルカって書いてあるんですよクジラをモチーフにした素敵なケーキでございます,すいありがとうございます、ね、おめでとうございますすみません,すませんありがとうございます,す,まいますでは杉崎さんからお花も出させていただきましょうか おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すみません、なんかこんな公共の場で <laughs> 申し訳ない。ありがとうございます。そうですか、ケーキのご感想と。いや、もうこれね手作業で作ってくださったわけですもんね。一人ですちゃんと最後まで食べたいと思います。一回 <laughs> 一人なんですね。<laughs> いやいや、すごいですね。どんな味がするか楽しみです。<laughs> はい。よかったらこの三月。 5日からですねまた始まる新しい1年の抱負を教えていただいてですかいやもうそうですねあのうーんまあもう29になって20代最後の年になるんですけどそのスタートがこの「クジラ」の作品で一緒にスタートを迎えられることは嬉しいですしこれから迎える30代を歩んでいく中でこの「52Hz のクジラたち」という作品は。 絶対に僕を後押ししてくれる作品になるんじゃないかなと思うので今日皆さんとここでこうして、えー、誕生日を祝っていただけたこと嬉しいですありがとうございますおめでとうございますちょっと早いですがありがとうございますすいません さあではちょっと時間が迫ってますので、えー、フォトセッションに移らせていただきたいと思いますケーキを囲んでいただいてこのままフォトセッションに移ろうと思うので皆様お集まりください子孫さんには内緒にしていてすいません打ち合わせの時も多も<や>もごもごしてたと思います、ね、いえいえありがとうございます、はい、興味津々で皆さん見てらっしゃいますが。 カメラの方向いてもらってもいいですか。 ありがとうございます以上でフォトセッション終了となりますでは元の位置にお戻りいただきましてこれから上映を見ていただく皆様に向けて最後に杉崎さんから一言いただきたいと思います一旦お預かりしますお願いしますえっとあのー、私たちは、えー、この映画を撮り 終えて完成したことに対してすがすがしくやりきったとこう手放しで思ってはいませんあのきっと議論が起こると想像していますし、うん、その皆様からの声を真摯に受け止めていきたいなという気持ちを持っていますただ私はこの作品が 時代の中で乗り越えられていく作品になってほしいと思っていてあの将来、この作品を見返したときにうんまだこういう悲劇が描かれていた時代があったのかと人々に思われてほしくてあのそのためにこの作品が作られたのではないかと信じています。あのなんか 人の痛みを全て分かることは多分できなくてでも分からないっていうことにわからないっていうことは無力ではないと思うんですあの分からないからその人のことを知りたいと思えるし優しくしようって思えるんじゃないかなって私は思ってて共感できなくても隣にいれるし 大切なものを分け合えたりできるだからこそどうか諦めないで人と関わろうとしてほしいっていうこの作品に含まれているメッセージを私は大切に受け止めたいと思っていますしあの責任を持って皆様に今日は届けに来ました。あの劇場を出た後に、うん 皆さんにとってほんの一瞬でも光を感じられるような作品になっていたら嬉しいですえ今日は見に来てくださってありがとうございましたありがとうございます以上で 52Hz のクジラたち初日の舞台札終了となります